鹿児島県にあります口の選ぶ島で噴火警戒レベルが1から2に引き上げられました噴火警戒レベル2というのは火口周辺規制と呼ばれるものになります火口周辺への立ち入りを制限するといった情報になりますまずその口の選ぶ島の位置をご覧ください国土地理院のホームページの地図を見てみますとこちら九州南部 シ、まあ、島と種子島がありますが、シ島の西にある島です。こちらが、口の選ぶ島となります。で今回は、この古岳の、まあ 地下ですね。地下でこの24時間で30回の火山性地震が観測されたとこういった情報になります。活動が活発化しているということで、噴火警戒レベルが今日の午前6時20分に引き上げられました。この古岳及び新岳の河口からおおむね1キロの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。また 西側ですけれども、新岳河口から、まあ、西におよそ2キロの範囲内では火砕流に警戒をしてくださいと、こういった情報になりますで。現在のこの口の選ぶ島の様子、気象庁のライブカメラの様子を見てみますと、特に噴煙活動法が活発化していると、こういった様子はありません。ただ、この口の選ぶ島、2015年の5月に噴煙の高さ9000メートルに達し、そして 文化警戒レベル5といった情報が発表された火山でもありますこの後の火山情報にはどうぞ十分お気を付けください最新の火山情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます